それではまず技術的なことをお伝えしていく前にこのティーグラウンドで絶対にやっていけないことをご紹介していきます。これは多くのアマチュア選手がしてしまっていることなんですがこれをしてしまうとティーグラウンドで成功することができません。バーディーを取ることもできません。多くのアマチュア選手は前のホールが終わった後にティーグラウンドにやってきてこのゴル上にあるようなヤーデージを確認します例えばこのホールパー5になります。となるとパー5と分かった時点で すぐにクラブを抜いてティーグラウンドに向かいます。ティーグラウンドに来たら、まあ自分が私の打順ですとすぐにクラブを持ってティを刺して、でその後初めてどこに打とうかっていうのを考えます。で打つ前に何度か素振りをして、うん、あそこに吹き流しがあるからあそこを狙おうという形であの吹き流しを狙って構えて。 その後ティーショットしますこれは絶対にしてはいけませんこのティーグランドに立った時というのは絶対に最初にクラブを持たないでください多くのアマチュア選手はこのゴルフ場コースがどうなっているかということを確認する前にこのドライバーを選んでしまいますほとんどの場合パー5であったりパー4であると基本的にドライバーを打とうとしてしまいますこれは絶対にいけません例えばこのホールなんですが まあ確かにパー5で距離は長い,状態な長いホールになります。で左に OB があります。で右は OB ありませんで。センターに吹き流しがありますで。何の問題もなくドラバーを持ってティーショットしてしまうとミッショットを生んでしまうことがあります。で最初にこのティーグラウンドでやっていただきたいことというのはこのクラブは絶対に持たないでください。クラブを持たずに、クラブを選ばずにまずはティーグラウンドに来てください。 この時何も持っていませんで、たった10秒でオッケーです10秒だけかけて今からお伝えすることを行ってくださいまず T グランドに立った時にホールを確認しますで、確認してまずどこに OB があるかどこにペナルティがあるかを確認してください例えばこのホールなんですがこの T グランドから吹き流しまで200ヤードありますで、アマチュア選手の多くはあの吹き流しを見るとあそこに打つんだなと考えてしまいます これも絶対にいけませんあの吹き流しを絶対に目標にしないでくださいで、あの吹き流しというのはあの吹き流しがある場所のフェアウェイのセンターという意味になります例えばこのホールなんですが左に OB があります右は何もありませんですので先ほどお伝えしたケンで言いますと左が勝ちます左が勝ちますのでフェアウェイを右側センター左側に分けた場合右側を狙うということになります となるとこの吹き流しはこちら側から見て少し左にあるようになります。となるとこの T グランドであの吹きが吹き流しを狙ってしまうとフェアウェイの左を狙っていることになります。あの吹き流しを狙ってしまうと OB になってしまう可能性がとても高くなってしまいます。ですので吹き流しは全く気にしないでください。ですのでこの T グランドの場合左に OB がありますのでフェアウェイを3つに分けた右側を狙います。 となると吹き流しよもだいぶ右になります。そこを狙うことを意識してください。絶対に吹き流しは狙わないようにしてください。例えばこのホールなんですが、今右はペナルティがない状態なんですが、左が OB で、例えば右がハザードの場合、OB は2打罰でハザード1打罰になりますので、先ほどお伝えした喧嘩で言うと左の OB が勝ちます。なのでこの場合は左を避けて右側のフェアウェイを狙ってください。